櫻井投手といえば、まあ、あのどういう今までこう歴史とかですね、いろいろ研究をされている中で、櫻井投手が歴史上ですね、この方は素晴らしいんじゃないか、この人なら尊敬できるという人をちょっと挙げていただけますでしょうか。一番ねこう尊敬する人、まあ、これあの朝鮮の方なんですけどね、はい、李寛陽という人がいるんですね。この人はどういう人かというと、大韓帝国最後の、まあ、最初の首相でもあるし最後の首相でもあった人ですよね、はい、でこの人が私の一番尊敬する人です、はい。まあ、この人どういうその人生をたどってきたのかといいますとですね、本当にこの人最初はですね、日本に対してものすごい敵対心を持ってたんですよ、はいはい。で、なんていうのかな、その一方でこういろんなところに留学して、はい、で英語も日本語もそしてもちろん朝鮮語も堪能というですね、ですからその当時の朝鮮人としてはこう考えられないぐらいのこういろんな知識を持ってた、そういう人物だったんですよ、はいはい。でこの人ずっと日本に対抗意識を燃やしていたんですけれども、その変わったんですよね、はい。まあ、この事件についてはまた後ほどね、後ほどというか今度また改めて、はいはいはい。で変わってその日本に自分たちの国を委ねなければこのまんま行くと朝鮮半島は潰れると、はい。まあ、実際その通りだったんですけれどもね、はい、その潰れると判断して、でたとえ売国奴と言われようが何と言われようが日本に委ねるんだというですね、その意思を最後まで貫いた人です。で結局この人はですね2回暴漢に襲われてるんですね、はい、日本に併合された後も、はいはい。で本来だったらもう逃げ出してるじゃないですか、はい、こうね朝鮮半島から日本に、はいはい、日本に逃げ出してるんだけれども、ところがそのなんて言うんでしょうか、こう自分は絶対に朝鮮半島にとどまるんだと言って逃げなかったんですよ、はい。でさらにね、この李寛陽という人はですね、なんて言うんでしょうかね、言語ですよね、はい、先ほども言った通り日本語がベラベラに喋れる人なんですけれども、はい、公式の場においては絶対に日本語使わなかったんですよ。朝鮮人の矜持を、はい、その言語で示した、態度で示したっていうことですよね。だからね、日本にとったらですねとんでもないお荷物を背負い込まされたようなもんだから、うん、冗談じゃないんですけれどもね、はい。ただそのたとえ売国奴と言われようと、たとえねその2回これ2回襲われて、はい、でその2回目に襲われた時にナイフがこう胸に刺さってですね、でそれが元で亡くなったんですけれどもね、たとえ何と言われようと自分の意思を貫いたということで、この李寛陽という人を私は心の底から尊敬してます。まあ、テレビでこの番組見てる方驚くと思うんですけど、櫻井投手といえば反朝鮮で全てがダメなのかなというふうに考えている方もいらっしゃったと思うんですが、やはり櫻井投手が李寛陽という方を尊敬しているという方のことはですね、多分皆さん驚きを持って感じるのかなと。要するに投手としてはいわゆる歴史上、まあ、他にいろんな方もいたでしょうけども、いわゆるその国籍が云々というよりもその人の生き様でその李寛陽という人を選ぶということですね。まあ、ああいうふうにね、はい、その自分の人生、まあ、これね、自分の人生ですから、はい、どう考えるかは自分次第なんですけれどもね、はい、こう信念を貫けるようなそういう男になりたいですよね。そうですね、それは素晴らしいことだと思いますね。まあ、結局のところね、こう死に際にならないとわからないというですね、うん、本当にね、なんて言ったらいいんだろう、こう15年間ずっとこの運動をやってきましてね、はい、その15年間変わらずにずっとやってこれたんですけど、次の15年どうなるかなんて誰にもわからないわけじゃないですか、うん。これがね、これが私ね、分かれば、まあ、本当にありがたいんですけれども、分からないからこそね、こうなんて言うんだろうかな、本当に難しい、言い方が難しいんですけれども、自分の信念を貫ける、そういうね、最後に笑って死ねる人生がいいかなと思いますけれどもね。それはおっしゃる通りですね。